眼科の平松です、まあ、今日はコミュニカルの人にカルテの見方についてお話ししようと思います。カルテにもいろいろ見るポイントあるんですけど、ソープっていうのについてお話ししようと思います。SOAP って書くやつですね。S っていうのは何かっていうと、患者さんの言うことです。目が痛いですとか、まあ、ゴロゴロしますっていうのは S、手相とかね、そういう感じで書きます。O っていうのは、私たちが見た初見とか、まあ、の結果ですね、まあ、視力検査も O になりますし、私が見たスリットって言っても、あの見たが画面、ね、を書いたものも 王になってくるで A っていうのがそれからどんな病気をあの想像するの例えば白内障ですとか緑内障ですっていうのは A になってきて。 P っっていいいううのが、まあ、いわゆる治療だったりりとか方針っていう感じになります SOAP 全部書かないこともありまして僕どちらかというと S だけ書いて患者さんのこと OAP はもうぐちゃっと一気にまとめちゃって書いてることが多いんですけど、まあ、これ医者によってやり方がありますが SOAP SO っていう書き方があってこれ何だろうって思う人が多いと思うので、まあ、そういうふうに分けてますっていうふうにあの理解していただけるとカルテが見やすいかなっていうふうに思います。